ドラクエのモンスターホロゴースト、かなり有名なモンスターなんで多くの方がご存知かと思いますが、でこのホロゴーストが以前からですね、海外ではこれっていかがなものかっていう意見が出ておりました。ただ今まで、まあ、だんまりを決め込んでいたっていう言い方は語弊がありますけど、まあまあまあ適当に流していたっていう背景が救いとしてはあったんですよね。ただやっぱり昨今ですね、権利団体とか、まあ、例えばフェミ団体とか LGBTQ とか、あとポリコレとかね、その他にも様々な権利団体がございまして、でそういったところの主張がね年々高まってきておりますので、やっぱりこういったその配慮っていうところとか、そこがね強く求められる、そういった世の中になってしまいました。ですので、まあ、今回ドラクエのモンスターホロゴーストにつきましては、いわゆる、例のホロコースト、こちらとですね被ってしまう部分が一部ございますので、やはりですねちょっとここのところはかなり難しいんじゃないかと当時から言われておりましたが、このタイミングで修正となりました。まあ、かなり遅れて、かつこのタイミングでの修正なので、まあ、戸惑っている方がかなり多いかと思いますが、このホロゴーストっていう名称からシルエットっていう名前に変わりましたと。で、まずは、ドラクエ10からですね、修正が確認をされている状況です。で、まあこんな感じか。まあこれはかなりびっくり仰天ではありますよね。マジで、このタイミングで修正なんだみたいな。なんかもっと早く修正したらよかったのに、とは思いましたけど、まあいろいろ大人の事情とかがあったんでしょうね、ここについては。まあ仕方ないところかなと思いました。で、実際のゲーム内でもこういった形で確認が取れている状況となってます。まあ、ホロコーストっていうのはさすがにちょっとまずいのかな、今の時代的に。まあコンプラ的にもそうだし。まあそういった背景もあってこの度ですね、変わったっていう次第でございます。まあ、今の時代ちょっといろいろとね、配慮しなければいけないからな、仕方ないですよね。で、放置をしているとなんかめちゃくちゃ文句言われちゃうからさ、仕方ないなっていうところでしょうか。で、この記事への反応に関しましては、やっぱり変わるのかっていう声であったり、ホロゴースト、別にこれって海外版だけでよくねっていう意見が出ていて、なんで日本でも変わるの?みたいな話が出ていたりしますが、結局なんか日本でも名前が変わるらしいので、あー、やっぱり変わっちゃうんだっていうような意見と、まあ敵だし別によくねみたいなね。意見。まあ、意見というか、日本人自体がこのホロコーストにそんなに関与してないというか、直接的に影響がなかったから、まあ、そんなにですね、別にいいんじゃねえかなっていうような意見の方が多いかもしれませんけど、ただやっぱりそのヨーロッパの方々からすると、非常にですね、不愉快であると。そういったところがあるみたいで、この度ですね、まあ、世界でも禁止するんであれば日本でも禁止しようという、多分そういったところの配慮なのかなと思いました。いやーけど、ホロゴーストまでアウトなのか。なんか昨今は本当にね、ドラクエ3リメイクでは、例えば性別が廃止されたり、で、これっていうのが、いわゆるその性別への配慮みたいな、なんか、体は男だけど、心は女性みたいなね。逆に、体は女性なんだけど、心は、男性みたいなね。そういった方もいたりとかね。やっぱりおりますので、なので、まあ、性別っていう概念をなくそうとかね。そういった話があったり、まあ、なかなかね、本当に難しいところですよね。あと、まあ、ゲームの主人公を黒人にしろとかさ、ゲームであれば。まあ、そういったところにね、いろいろ関係各所に配慮しなければいけないので、まあ、ゲームクリエイターからするとめんどくせえと思ってるかもしんないけど、内心。ただやっぱりドラクエ10のここについては修正が入ったと。まあそういった状況ですよ。ただこれっていうのは、別にドラクエ10に限った話じゃないからね。だからまあこれからその未来日かな。今後出る予定のドラクエシリーズに関しては、おそらくではありますが全て修正がされるんじゃないかな。でまあドラクエ3リメイクに関してはちょっとわかんないけどさ、まだ。まあ、少なくとも12に関しては影響を受けるでしょうね。これは間違いないと思いますよ。だってさ、10で修正してるのに、最新作の12で、またそのまま出したらさ、炎上するじゃん。まずありえないよね。だからまあ、ホロゴーストっていうモンスターこの度消滅しまして、
新たな名前としてリプレイされると、生き返ると、まあ、そういった状況となってます。ただこれについてもさ、堀井雄二さん、堀井さんもですね、納得されてないんじゃないかな。なんか東京ゲームショーの時にね、なんか上からの指示でうんぬんかんぬんみたいなね、話がいろいろあったからね。まあ別に今回のそのモンスターの名前のところじゃないけどさ、まあ性別うんぬんとか、まあその他のキャラデザの部分とかテキストのところとかいろんなところにね、関連する話ではありますが、まあ堀井さんとしては今の時代配慮しなければいけないので仕方なく修正しましたみたいな、そういった上からのお達しがありましたみたいな話をね、されておりましたので。ただ今回も堀井さんは多分納得されてないんだろうな。さすがになんか当てつけというか、ゲームの世界かつモンスターの名前だし関係なくねって思っちゃうんですけどね。ただやっぱり気にされる方は気にされちゃうので、まあ難しいところかなと僕は思いますね。まあ堀井さん的にはちょっと面白くない話ではあると思いますけどね、ここに関しては。ただホロゴーストってさ、ここでも書かれてる通り割とねメジャーなモンスターというか、昔からいるモンスターで割とね有名なんですよ。だからこそこのタイミングっていうのがちょっと驚きだよね。なんかそれだったらもうちょっと早く修正してもよかったんじゃないと思うけど、ただ今の今まで引っ張ってきたのがやっぱりその権利団体の主張とかがねうるさすぎるので、まあ、それに対する配慮をですね本当はしたくないんだけどせざるを得なくなったからしましたって感じなんでしょうね。ただシルエットっていう名前がちょっと面白いよね。これどこから来たんだろう。なんかこいつパッと見たらさ、あ、ホロゴーストだって思う方多いと思うんですが、これシルエットって言われてもさ、ん?みたいな感じじゃない?なんかネーミングセンスがちょっと微妙なんすよね。まあこれに関してはちょっと色々忙しくて急に決まった話かもしれないんですが、なんかちょっと違いますよね、シルエットってなんだみたいな。まあホロゴーストは緑色だしな、赤いあいつがホロゴーストって言われても、全然しっくりきてなかったから解明いいんじゃないかって感じはある。ホロゴーストは緑色だよカギハっていうことが言われていたり、また今までホロゴーストから、ホロコーストを連想しなかったら自分強要ないな。まあほとんどの方が連想されないんじゃないかな。まあ名前が若干似てるなぐらいの反応じゃない、日本人からすると。っていうかそこに目くじら立てる理由ってあるのみたいな感じに感じている方多いんじゃないかな。まあ今までもね日本では特に問題になってなかったからね。ただまあ海外ではねやっぱりいろいろとこれっていかがなものかってことは本当に昔から言われていたので、今ここに来てかって話ではあるんですが、まあいろいろとね今回はありましたので名前が変更となりましたけど、まあこれもね正直時代なんだなっていうのが個人的な印象感想ですかね。まあ時代が時代だからさ仕方ないところはありますけど、なんか生きづらい世の中になったというか、なんかねイチャモンじゃんっていうあのホロコーストを連想させるからダメってさ、なんか連想ゲームじゃないんだからさ、まあ仕方ねっちゃ仕方ないけどさ、ちょっとスクエニというかドラクエ公式がここはかわいそうだなと思いますね。まあそういったところで、まあ、ドラクエ12以降の作品になってくるかと思いますが、こちらの名前につきましては、今後ですね修正されて登場しますので、ホロゴーストお疲れ様でした、多分二度とねもうホロゴーストっていうことはね言うことなくなるかと思いますが、まあ、シルエットとして生まれ変わったんで、まあ、今後も頑張っていただきたいですね。はい、とりあえずそんな感じでございます。では今日の動画一旦終わりましょうか。皆様この件についてどう思いますか。まあ、正直これは予想外っちゃ予想外だよね、名前の変更については。まあ、一旦動画終わりましょう。お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。